デンマーク海軍は、デンマーク王国が保有する海軍。2009年時点で、現役兵装員約3500人、文民職員が約300人。デンマーク海軍官邸で使用される、艦船接頭時は、KDM があるが、英語での HDMS もある。また、北、大西洋条約機構加盟国海軍の中でも、いくつかある、潜水艦を配備していない海軍の一つでもある。 デンマークの地理構造は陸地1に対して海岸線5.9の比率を持つ。このためデンマークは自然な流れとして伝統的に海洋活動が活発であった。それを象徴するものは9世紀頃のバイキングであり、小規模ながらもよく組織された戦団を持っていた。初めの頃のバイキングは少数の村を拠点に共通防御協定を結んでおり、これは 今日のナトウ協定と類似していた。バイキングは軽い船、通常はクナール型を用いて簡単に陸上の村々に人化を運搬していた。時間とともに防御協定はバイキングが沿岸地域を略奪するために使い、より大規模な戦断に成長する。実際にバルデマー二世による二百十九年のエストニア征服では千隻以上の船を保有していたと言われている。 戦団は3万人の兵士と一緒に馬と羊品を運ぶ。バイキング時代後の15世紀には戦団は主に商戦からなっていた。記録では14世紀後半から統一デンマーク海軍が存在しているとされる。マルグレーテ一世紀の下でカルマル同盟が締結され、主にハンザ同盟から同盟を守るために海軍の創設を命じた。それ以前は 国内の戦団は貴族によって所有し管理される船からなっていた。しかし、デンマークにはそのような海軍はなかった。従って、初期の君主は貴族からの徴用に頼らなければならなかった。しかも、国内の君主生態の中には敵対的な貴族もいたので容易なことではなかった。マルグレーテ一世は創設された海軍を王権の管理下に置く命令を出した。 戦員たちの中でも、中核的戦員、すなわちマスター、マスター・アット・アームズ、戦将については、君主が雇用することができたが、貴族たちは、一般の戦員を提供しなければならなかった。教育担当官もおり、これについては主に貴族に課されていた。15世紀には、特にハンス王の知性で、デンマークの商業は相当発展し、交易は増加した。それには、 船舶が輸送に最適であったことから、デンマークの海上利権はさらに保護する必要があった。ハンス王は1509年に共同船団監獄を創設し、職業船員を大幅に増やした。彼らの多くは軽犯罪者であり、王の海軍で勤務するか投獄されるかを選ばせた。監獄船員たちは、操船術と大工職など船の運航に関わる基礎的な訓練を受けた。 ただし、武器の取り扱いと戦闘についてはまだ徴用された農民たちの手にあった。このため国は後にデンマークの教区として用いられるデンマーク語、スキパンと称するいくつかの軍に分けられた。専用の海軍基地と造船所が創設されたのもこの時期であった。彼らは王の海軍を編成し、維持し、戦備を整えた。 専用の海軍基地についての最初の記録は1500年のブレイマーホーレメディとなっている。デンマーク海軍設立の起源は1510年8月10日にハンソーが家臣のヘンリク・コルーメディを海上での指揮権を一任された前船長の頭に任命したことにあるとデンマークではよく見られる。1559年にフレゼリク2世が即位し海軍はさらに拡大し始める。基地。 造船所そして船舶数は急激に増加し、新しい船の設計、武器、戦闘戦術に相当な資源が注ぎ込まれた。一方、スウェーデンは独立国となり、バルト海の大部分を支配下に置き、デンマーク商人の利益を脅かした。第一次北欧戦争では、両国は海軍力でも退治し、以後徐々にスウェーデンは、 バルト海に影響力を及ぼし始めることとなる。1645年にはトルステンソン戦争で海軍はオランダ海軍と共闘したスウェーデン海軍に勢力を大幅にそがれバルト海での権益を失った。これに加えエーデスンド海峡の海峡税免除を認めさせられている。こうしたことからデンマークは報復行動に出て1568年に エーレスンド海峡を封鎖、スコーネ戦争の最初の死がまかれた。これは、第二次北欧戦争後わずか8年でデンマークは、現在のスウェーデン領であるスコーネ、ハランド及びブレイキンゲ地方の喪失につながった。この間、国家資源はさらに海軍に注がれた。コートアドラー、ニールスユールは1677年のキューゲワンの海戦でデンマーク海軍を勝利に導いた。 17世紀後半はスウェーデン海軍に対して優位を持っていた。スコーネ戦争ではオランダ海軍と共闘が叶いバルト海南部においてスウェーデン海軍に対して海戦で勝利を積み重ねた。しかしフランスの介入と軍事的圧力によってすべてが第二次北欧戦争終結時の状態に戻されることとなった。 1588年に即位したクリスチャン4世は父の方針を引き継いで海軍を拡大させる。17世紀初めには有名なコッペンハーゲンの海軍兵舎が建設され、この中で最も有名なものはコッペンハーゲン中央にある1631年に完成したニューボーダーである。海軍総代理官であったウルリク・クリスチャン、ギルデン・レーベは1701年に 海軍最高司令官に任命される。ギルデンレーベは海軍の職位を引き上げ、王立海軍士官学校の前身である、ソケイドテイコダミが設立される。1709年に、ベーター・ヤンセン・ベッセルが海軍に加わり、多くの勝利を挙げて得の地位が与えられ、後にトルデンス・キョルとして知られる。大北方戦争においてデンマークは、北方同盟に参加した。当初は、 スウェーデン西方海軍の圧力により、北方同盟からの離脱を強いられたが、1709年に再参戦し、1712年にスウェーデン海軍のクルーザー80隻を焼き払い、トルデンス橋梁はこの戦果で大きな役割を果たす。さらに、スウェーデン海軍が1712年にハンゲの海戦でロシア海軍に敗れた後、七百十六年に北方同盟諸国は、 スウェーデン本土侵攻を格索し、コッペンハーゲンに艦隊を集結させたが、同盟諸国の足並みが揃わず作戦は中止された。その後、ノルウェーを侵略したスウェーデンに対して海軍は、領土を立たせることに成功し、1718年にスウェーデンウォーカール12世が戦死したこともあって、ノルウェーを保持することができた。しかしデンマークは、以前のような、 バルト海における権益を取り返すことはできなかった。バルト海での海軍力は、すでに、ロシア海軍によって制せられていたためであった。1720年にデンマークとスウェーデンは、フレデリクスボー条約で講和したものの、すでに北方同盟は分解しており、デンマークは、エールスンド海峡南部の以前の領土を取り戻す、軍事的状況になかった。 しかしスウェーデンはデンマークに対して多くの権利を講和条約で放棄したこともあってスカンディナビアは平和な状態となり残された。こうした平和の中で海軍は植民地獲得に乗り出した。世界の他の地域には注力せずアフリカ大陸やカリブ海に資源を集中させた。高級的海軍は地中海での存在影響力を維持した。この地域における デンマーク・ノルウェーの意図は主に海賊行為から自国船を保護することにあった。デンマーク地中海艦隊は17隻の艦船と1800人の水兵を持ち、多くのバーバリ諸国との間で警備な衝突が交わされていた。これらの衝突は次第に実質的な戦闘行為に発展していった。多くの名士たちが戦闘に身を投じており、1770年に フレデリック・クリスチャン・カース海軍少将指揮下の艦隊は、アルジェ砲撃を、1797年には船長で、アリゴに、通密ン参議となるステーン・アンデルセンビレは、トリポリ攻撃を、そして1844年には、共同スカンディナビア探検が実施され、長であったハンス・デオルク・ガルデによる航海は事実。北アフリカを蹴るデンマークの権益は、主に中立貿易の保護であり、スウェーデンと、 同じく地中海における防衛危険の確保にあった。しかしながらデンマークは基本的に中立政策であったため、19世紀におけるこの地域の植民地化はイギリスやフランスが進出していたこともあって行われなかった。これら北アフリカのバーバリ海賊との戦いはバーバリ戦争と呼ばれ、ヨーロッパ列強がこの地域の植民地化の足がかりとしており、そこにデンマークなど、 国王諸国の入り込む余地はすでになかった。ナポレオン戦争期、イギリスはナポレオン・ボナパルトが経済的にデンマーク商人から利益を得ていると考えたので、フランスの圧力下にあるデンマークの海外貿易は日々悪化していった。1801年、コッペンハーゲンの海戦でハイド・パーカー提督の指揮下のイギリス艦隊はデンマーク、防衛線を攻撃することを決した。 防衛戦はオルフェルとフィッシャー指揮下で守られるも攻撃力不足で容易に制圧された。この海戦の結果デンマークはイギリスとの停戦を余儀なくされた。この6年後、1807年の第二次コペンハーゲンの戦いまでデンマークはナポレオン戦争に関与しなかった。イギリスはデンマーク艦隊がナポレオン管理下になることを恐れており、 クリスチャン7世は戦争終結まで自国艦隊を引き渡すことを拒絶し、その戦闘後、ガンビア提督の下でコッペンハーゲン砲撃が起きる。通常、この砲撃は艦隊による最初のテロ攻撃であると認められ、政治目標達成のために一般市民を攻撃対象とし実施された。この攻撃の結果、デンマークは降伏し、 コッペンハーゲンのほとんどすべての軍艦が没収された。このイギリスとの戦争で海軍はイギリス海軍によって海軍力を大幅に縮小させられることとなった。1814年に300年以上ともにあったデンマーク・ノルウェーはナポレオン戦争の勝利国としての立場にあるスウェーデンにノルウェーを引き渡され同時に共同戦団監獄はデンマーク王立海軍と ノルウェー王立海軍に分割される。別離したノルウェー海軍は、スウェーデン海軍とは別々のものとして扱われた。コルベット、ガラテアデンマーク海軍は徐々に再建されるも、かつての規模にはほど遠いものであった。それでも、なお海軍は、信頼が置かれ、アフリカとカリブ海に対する関心は依然として、注目を集めており、1845年には、 コルベット、ガラテアが2年間に及ぶ遠征を実施した。第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争当時のデンマーク海軍は比較的小規模で時代遅れであった。ヘルゴラント海戦のように戦術的には勝利したものの、これは海軍が関わった大規模な海戦として最後のものであった。そのため海軍の近代化の必要が認められ、第一次世界大戦で、 デンマーク海軍は主に蒸気走行艦と小数の小舟を装備した近代海軍となっていた。戦艦機、デンマーク海軍の戦備は遅れていた。特に、トーワルドスタウニング内閣の下では他の軍種と同様、1940年のドイツ占領下にあってもフェリーをはじめとする内航海運を維持する政治的需要から終戦の1945年まで。 ドイツ海軍の総会作業を支援した。ドイツ軍とデンマーク軍の間で緊張感が高まり1943年8月29日に決起し保有艦艇の50隻のうちドイツ軍が14隻を露革するも大型艦艇32隻を沈めることに成功した。これは海軍司令官ベデル海軍中将の高騰による中立港への逃亡か 不可能な場合は自沈せよとの秘密命令によって各官邸長に伝えられたものであった。小型官邸については9隻がスウェーデンに到着し他の50隻はドイツ軍に露革される。これらの官邸は1944年秋までに亡命中にデンマーク海軍小艦隊が編成する。1943年9月、ドイツに対する敵対行動によってベデル提督、 ビルヘルム・ビュール首相の順に各種される。同年11月に、スウェーデン当局は500人のデンマーク兵士を警察部隊として訓練を施した。1944年秋、スウェーデンは4800人まで増強し、全部隊を亡命デンマーク旅団と認めた。戦後、デンマークは北、大西洋条約機構に加盟し、その結果マーシャルプランにより、 多額の資金と大量の物資援助を受け入れ、冷戦中は、ワルシャワ条約機構軍からの進行に備えるため重要な任務を分担し、再建と近代化が実施された。特に入り組んだ沿岸や海域を持つ特性のため、機雷戦能力の拡充が急がれ、戦海域作戦に注力し情報収集能力や、潜水特殊作戦部隊を整備し、他に海軍基地の強化や、 ランゲラン島などの要塞化を1950年代に NATO ファンドを通じて整備される。冷戦末期には五個全体を主力として有するに至った。冷戦終結後、海上での長期作戦は減少し、大型艦は国家防衛から地球規模運用への過渡期にあった。1995年から1999年国防協定の元で再編成が実施され古い冷戦型の フリゲートや総海定は廃止され艦隊編成が改編される。2000年から2004年国防協定ではさらに再編成が実施され、外国への艦艇売却や部隊数の縮小が図られる。2005年から2009年国防協定に基づいて2006年1月1日に再編成が実施され。 工場的な潜水船能力の維持を放棄し95年の歴史を持つ潜水艦運用に終止符を打った。編成については、第1及び第二戦隊の二個単位が設けられ、第一戦隊は国内担当を、第二戦隊は対外運用を担当することになる。関西ヘリコプターの運用も2011年1月より空軍営移管され、第723飛行隊にて運用が、 行われている。国外派遣も多く、湾岸戦争やソマリア沖の海賊対策への官邸派遣も行っている。他にもフィン島やボーンホルム島、グリーンランド及びフェロー諸島にも海軍施設が設けられている。2011年6月現在、ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より、歴代官邸については、デンマーク海軍官邸一覧を参照。 2011年6月現在、ジェーンズファイティングシップス2011から2012より、ありがとうございます。